新たに感染が発表されたのは、高知市の介護職の50代の女性と、10代の男子小学生です。2人とも軽症です。50代の女性は、昨日感染が発表された中央西館内の女性の友人です。勤務する高知市内の介護施設で接触のあった入所者11人を検査する予定です。 10代の男子小学生は一昨日感染が発表された児童の同級生です。この小学校では昨日発表された児童を含め3人の陽性が確認されました。県内の感染者の累計は4,145人となりました。医療機関には14人が入院していて1人が重症です。 では説明は以上。